すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日福井で開催されているお台場ラーメンパーク in 福井にお邪魔しました。この土日で終了とのことで、室内会場ですごく快適なフェスになってますんで、お近くの方はぜひお立ち寄りください。そんなわけで福井でもいくつかラーメンすすってきましたということで、こちらです。ドン、越前開発駅から徒歩10分くらいのところにあります笹の極みさんにお邪魔してます。同じ福井県にある人気店の笹原さんの支店ですね。つけ麺といえばで有名な富田さんで修行された店主さんが営むお店ということで、もちろん今回はつけ麺をいただきたいと思います。レッツゴー。さあ、笹の極みさん、初決です。今回は店員さんに猛プッシュされた特製味噌つけ麺と辛味トッピングをプッシュしました。しばらくなんやかんやしながら待ってるだー。こちらが笹の極みさんの特製味噌つけ麺です。ねえ、かなり分厚いチャーシューが3枚、麺もツヤツヤと輝いてます。漬け汁は味噌感しっかりあるぞってことで、いただきます。まずはオンリー麺すすりしてみると、単体でもパワーを持った美味しい麺ということがわかります。ということで早速味噌漬け汁にくぐらせて、はい、すするぬー。しっかり濃厚ながら丸めな印象で、まさにパンダのお目目はつけまつげー。麺自体のうまさに安定感を覚えながら、どっこいすすっていきます。さあ、お次はごっついチャーシューをガブリね。さあ、見た目通りの重量感と肉汁のあふれ、そして柔らかさもオッケー。味噌漬け汁にくぐらせたりして、パンダ、ウサギ、コアラを歌っちゃいます。ではキクラゲもコリリンと食らいつつ、再びすすりモード。後味には柚子の風味なんかもあるので、濃厚だけれど爽やかにゴーゴーサウナできちゃいます。そしてサウナで思い出しましたが、後半は辛味を投入。ピリ辛なアクセントはもちろん、全体をシャープに仕上げてくれるナイス味変です。てな感じで海苔の磯感も堪能しつつ、まだまだたっぷりな極厚豚もパクリ。それらの具材たちを駆使しつつ、あとはひたすらすすりにすすって、ラストは味玉。固め半熟な黄身が舌に絡み、濃厚な味わいです。そんなこんなで癒されたところで、本日も完食です。大変美味しくすすれました。極厚豚好きの方は特製でどうぞ。それではごすすめ。はい、ごちそうさまでした。いやー、笹の極みさんに行ってきたんですけれども、なかなかぶっこい味噌つけ麺でしたね。店員さんからチャーシューがうまいとおすすめされたので、特製味噌つけ麺をいただきました。極厚のチャーシューがたっぷりとなってて、なかなかヘビーでしたね。富田さんで修行されていたということで、麺は極太で、麺自体の風味もしっかりとあって美味しい麺でした。漬け汁はスープ自体は濃厚なんですけど、味噌味はそんなにギリッと効いてるわけではなく、まったりした中に柚子の風味もあるので、ほんのり爽やかな後味も楽しめましたね。チャーシューは確かに美味しかったんですけど、3枚食べるとなかなかのボリュームで、ちょっと最後腹パンでしたね。今度は本店の笹原さんの方にもぜひ行ってみたいなと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、笹の極みさん、パンダマンやー。え